はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。ファイナルファンタジー10 HD リマスター版続きやっていきたいと思います。どれだ、一番長いのは1時間12分これかな。見知らぬ海に来たとこですね。セーブしますかっつって、はいっつったところで終わったんですよね。さらにまた新しいところへ。おお、海だ。綺麗なとこですね。リュック。おお、綺麗だ。すげえ。さて、ということでブリッツボールのあるところ行きましたけども、ちょっと違うところ行きます。最初こっちのに何かあったと思うんですよね。ほらね、月輪の印、まあ後ほど必要になってくるものなんですけど、まあ今はねどうでもいいようなものですね。少し探索していきたいと思います。あとまだこっちも何かあったような。ほらね、記憶というものは素晴らしい。で、向こうに桟橋があるんですけど、そっちは何もなかったと思うんだよな確か。ないですね。さて、新たなところで新たな冒険が始まっていきます。こっからが本番と言ってもいいかな。そんな感じだと思いますよ。よっ、どうも。お前さっきの技もう一回やってみ。嬉しかった。今度こそ助かったと思ったんだ。おお、すごい驚きを。素人じゃないよな。どこのチームだ。ザナルカンドエイブス。おっと、どっから来たって。あ、悪い。今のなし。あ、俺さ、真に近づきすぎて頭がぐるぐるなんだよな。だからどこから来たとか、ここがどこなのかとか。真の毒気にやられたか。リュックのアドバイスのおかげですね。エボンの賜物だな。トレーニング続けてろ。俺はワッカ、このビサイドオーラカの選手兼コーチだ。ビサイドオーラカ、なんだ腹減りか。よし、村行くぞ。なんか食わしてやる。さて、楽しくなってきましたね。足手まとい。うちのチームは少しだけ未熟でさ、少しだろうか。練習してる、練習してる。さっきのシュート練習してますね。
さあ、この弱小チーム、そして輪っかですね。輪っかはいいやつだと思った。だから聞いてみたくなったんだ。あのさ、ザナルカンドって千年前に滅びたんだよな。今は遺跡になってしまったでいいんだよな。昔昔スピラにはでっかい町がたくさんあった。夜でも賑やかな機械仕掛けの大都市だ。みんな機械の力に頼って面白おかしく遊んでたわけだ。だけどな、見てみろ、突然神が現れて機械の町を全部壊しちまった。今では遺跡、もちろんザナルカンドもな。それがだいたい1000年前。そう、お前の言う通りだ。ま、神は調子に乗っちまった人間への罰ってわけだな。まったくよ、昔の奴らのせいで今の俺たちが苦労するなんて腹が立つよな。あ、ここで宝箱があるのがわかんですね。もちろん罪を償うのは今の人間の大切な役目だ。開けちゃったけど。俺はわかってるさ、でも時々やりきれなくなってな。リュックの言った通りだった。輪っかもリュックも嘘をつく必要なんて全然ないんだ。でもよ、ザナルカンドエイブスってのは笑えたぞ。もしかしたらそんなチーム本当にあったのかもしれないけどよ。なあ、楽して暮らしてた時代のチームなんて言わっちに決まってるけどな。お前が落ち込むことないだろうが。俺を励ましてくれるワッカの気持ち嬉しかった。でもその時俺が考えていたのは、始まりは死んだ。だからもう一度真に会えば、それができたらザナルカンドへ帰ることができるかもしれない。その時が来るまではここがどこかとかいつの時代だとか気にするのはやめよう。気にしないってのは難しかったけど、少しだけ楽になった。ほんの少しだけ。いやでも実際1000年後の世界に行ったら寂しいですよね。さて、本日のセーブはサルベージ戦、こっちにしますか。さて、輪っか、おい、こっちだ。こっちはなんだっけな。あ、今行けないんだ。じゃあしょうがない、輪っかについていきましょう。マップ上では行けるようになってましたけどね。何もないね。なんかあんのか。思い出しちゃった。おお。ああ、何すんだよ。初対面だぜ。すごいっすね、輪っかも。水の中になんかいろいろあったような気もしなくもないんですが、まああんま気にせずに次行きましょうかね。あ、戦闘になるのか。マジか。あ、でもまあ弱いですね。ワッカは技が使えるブラインアタック。おー、ワッカはブリッツボールを武器にしてます。がね、なかなかいいやつなんですよ。さて、行ける方に行くしかないだろうな。確かね、宝箱とか落ちてたような気もするんだよね。一応ですね、この私の動画 FF10 の動画に関しては基本的にはノーカットでいこうと思ってます。なのでこういう戦闘シーンとかも飛ばさずにいこうかなというふうに思ってるんですね。
いね。でもって、通常のボス戦はこれも使っちゃうかな。おいおい大丈夫か。通常のボス戦はですね、こうやって普通に戦っていけば確かね、無理にレベル上げなくても勝てたような気がするんですよね。まあ、どうしても勝てなければちょっとレベル上げに走る時もあるかもしれませんけど、普通にやっていけば普通に勝てたような、そういうゲームバランスだったと思います。確かありましたね、宝箱。ただしこれインターナショナル版なので、ものすごい強いボスが出てくるんですよね。それに勝とうと思うとちょっと普通に頑張っただけでは無理だったような。マジか、アイテム使うか。ラッカの方が強いか。あ、そうでもないか。まあ同じぐらいかな。若干ワッカの方が強いですかね。ちょっと水の中を見ながら。見えねえよ水の中が。宝箱はないかな。なるほど、今回こういう戦闘だけで終わっちゃいそうだな。時間的にはね、20分から30分ぐらいの動画がありそうかなと思ってるんですね。結構水の中が長いな。なんかまた輪っか企んでないか。離せよ。お願いがあるんだな。あんたのチームに入れてんだろ。お、察しがいいね。もうすぐ大きなブリッツの大会がある。スピラ中のチームが集まるでかいやつだ。でかい大会だからお前のこと知ってる奴らもきっと来る。そしたらお前元のチームや生活に戻れるだろう。なるほど。なあ、悪い話じゃないと思うぞ。どうだ。なあ。ああ。いいよ。ありがとうよ。大会まで頼んだぜ。後ほどね、大会の様子も出てきますよ。だけがザナルカンドとスピラをつないでるような気がしたんだ。そんなに外れてなかったろ。これね、いろいろこういう言葉出てくるじゃないですか。一回クリアした後見るとところどころね、泣けるシーンがね、また増えるんですよね。俺はあそこで生まれて5歳でブリッツボールを始めた。13歳でビサイドオーラカに入って10年戦士ってやつだな。でも10年やっても大会じゃ一度も勝てなかった。で、引き際が肝心だってんで去年の大会を最後に引退したんだ。でな、引退してから新しい仕事を始めたんだよな。でもちょっと気抜いたらすぐブリッツのこと考えちまう。10年間勝ちなしじゃな。去年の1回戦はチャンスだった。でもきついことがあって試合に集中できなかった。言い訳っすね。厳しいっすね。次の大会で勝ってスッキリしたい、そういうことか。
大会の目標は？順位は関係ないんだ。いい試合ができたらそれでいい。本気でやったって充実感があれば、俺すっきりやめられると思う。目標って聞かれたら優勝って答えろよ。試合に出るなら勝つ。それ以外何があるんだ。優勝？マジっすか。ブリッツボールね。中にはね、ゲームそっちのけでブリッツボールに集中してやってたって人もね、いるかもしれないですね。ああ、ブリッツボールができるようになりますからね。この道は魔物が多いから注意した方がいいよ。真に近づいたのに助かったんだろう。こんなところでやられるなよ。誰？討伐隊のルッツとガッタ。ん？討伐隊？お前、そんなことも忘れちまったのか？悪かった。気にすんな、俺が面倒見てやる。わっか、ほんといいやつだな。その代わり、大会の時は大活躍してやるから。よし。ああ、討伐隊のことは直接聞けよ。村の宿舎にいるはずだ。さて、本日はもうちょっと進めていきますかね。リサイド村だ。食べ物ある？後であの家で食わせてやれ。しばらく暇つぶしてろ。そうだな、 あそこが討伐隊宿舎だ。ルツとガッタにいろいろ聞いてみろよ。そうそう、こっち来い。なんだよ。お前、いくらなんでもお祈りは覚えてるな。お祈り？いや、忘れた。そんなの知らない。そんなの知らない。祈ったことなんてなかったから。もちろん全然知らなかった。きっと忘れてるだけだよな。ま、とにかく教えてやる。どっかで見たでしょ、最初の頃子供たちがやってましたよね。よし、上出来だ。じゃあ寺院の召喚師様にご挨拶してきな。それはブリッツボールの選手だったら誰でも知ってる勝利のおまじないだった。勝利のおまじないだったんだ、千年前は。今ではお祈り。なぜでしょう。その謎もね、いろいろやっていくと解けてくるようになるんですけどね。宝箱。アイテム買う。まあ今は別に売り買いはいいかな。とりあえずビサイド村を探索する前にセーブしておこうかな。で、本日はそこで終わりにしましょうかね。おっとセーブが入ったぜ。ここにセーブポイントがあるので、本日はここでセーブして終わりにしたいと思います。こっちはね。で、次回ね、ちょっとビサイド村を探索しながら、徐々に進めていきたいと思います。いろんな冒険の始まりがね、ここから始まっていきます。いやー、思い出してきたな。楽しみですね。そして、ヒロインにね、ここで会っていきますよ。最初のオープニングに出てたね、あのヒロインに。さて、それでは今回はこれで終わりにします。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。